平成30年6月10日、阿蘇市一宮町の一宮小学校体育館で、第6回、ちびっことお母さんの陸上交流会が開催されました。この交流会は、小さな子供たちとお母さんに陸上競技を身近に感じてもらおうと、阿蘇市陸上競技協会が主催し、阿蘇市の協力のもと毎年行われているものです。 会場となった体育館には、阿蘇市内からちびっこ39名と保護者20名が競技に参加し、開会の挨拶と準備運動の後、競技がスタートしました。まず、陸上競技指導者による反復横跳びなどを用いた運動指導があり、その後、反復横跳び、立ち幅跳び、ボール投げ、リレーが行われました。子供たちは、 保護者からの声援を受けながら一生懸命走ったり、ボールを力いっぱい投げていました。参加した子どもたちにはプレゼントもあり、会場となった体育館は終始、笑顔と歓声が響いていました。